入社して3年で結果を出す人が必ずやっていることはいこんにちはライフコーーチのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はいということで今日のテーマは結果を出す人と出さない人の結 決定的な違いいいを解説したいと思います、はいえーまあね、僕これまでいろんな人と働いてきていろんな人とコーチングセッションをやってきたんですけどその経験の中で伸びている人と伸びていない人ぐんぐん伸びてゆく人と伸びてゆかない人結果を出す人と結果を出さない人には決定的な違いがあったんです。 僕の時もそうでしたあることをやっている時とあることをやっていない時その結果が大きく変わったんです今日はそれを解説しますはいということでこの動画を最後まで見ていただけたらあなたが望んでいるその結果を手に入れられてそして会社からそして上司からも信頼されて毎日働くことがどんどん楽しくなっていきますので最後までご視聴ください ということで、このチャンネルでは、あなたがあなたらしくなるための行動習慣や考え方を全力で紹介しています。えー、興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、概要欄から繋がってください。それでは早速いきましょう。入社して3年で結果を出す社員が必ずやっていること。それは何でしょうかこれです。 成功例から逆算する。やっぱこれなんですよね。まあ、いろんなとこで言われてますよね。成功シーンをイメージしろとうまくいってる状態を想像しろというふうに言われています。やっぱこれなんですよ。ね、自分が成功してるシーンをイメージしてそこから逆算して今やるべきことを行動していく。これなんですよね。この1点なんですよね。僕もそうでした。入社して3年はそれが 逆にでできてなかったんです今日のタイトルからちょっと外れちゃうかもしれないですけど入社して3年はもう何も考えずに働いていたでもそれから3年はこれをやってからねこれをやってからものすごい結果を出せるようになったんです具体的に言ったらトップセールスマン賞を受賞して会社のアワード全て総なめでハワイには3回行ってグアム旅行1回そしてヨーロッパにも2週間の選抜メンバーにもセレクトされるということで本当に自分が想像していた 以上の結果を出すことができましたそれはもちろんね、周りの人からのサポートとか、まあ、いろんな要因があったんですけど、その一番大きな、えー、ポイントはこれやったんかなと思ってます。成功例から逆算して、今やるべきことを行動していた。特に成功シーンをイメージするということです。具体的に言えば、3ヶ月後に僕はね、大阪支店で全体会議があります。そこの全体会議でマイクを持って、成功例を発表している。 それをもう想像しちゃうんですよね。どんなことを発表してますか、ね、例えばその時僕や,、えー、やってたことは、えー、今 A という特異先でシェアは5%そこのシェア5%が50%になりましたそこの 5%5% 0から50%はすごいですよねそ,れその取り組みを発表しますということですよねそこをねもう決めちゃうんですよ3ヶ月後に発表してするっていうの、ね、それで もう具体的にスライドも作っていくイメージですよ頭の中で当時はシェア5%でしたと,、えっと先生との関係も築けていなかったし、えー、不眠には他の会社の競合先の薬が使われていた、ね、でやっぱり不眠の患者さん眠れない患者さんが多いのでその患者さんに使われるとやっぱりシェアがどんどんなくなっていくというような現状でしたと。 いうことですよねそういう状態でどんなことをやりましたかもうそれもスライド作っちゃうんですよ事前にもうやってない状態から作っちゃうんですよ、えー、例えば、えー、3個の例で、えー、その3ヶ月毎月接待をするで最初の接待はまずは関係構築の接待で2回目の接待は他の先生僕がね関係ができている先生とそしてその A の, A の特意先の先生を招いて3人で接待をしてさらに普段 普段のね、1対1では見れない部分のお付き合いがそこでできるようにする。で、3回目は、えっと、この3ヶ月間、うちの会社での薬を使ってくれたお礼としての接待をする。もう決めてしまうんですよ。で、それ以外に、もその接待と接待の間に3回説明会をすると。で、1回目は、不眠の患者さんにはうちの会社がいいんですよ。ファーストチョイスですよっていうのを示す効果であったり、安全性を紹介します。で、2回目は、先生のとこで、あの、 悩んん、でいる患者さん不眠で悩んでいる患者さんを事前に聞いていてその患者さんに対してはこういう使い方がいいんですよっていうケーススタディ症例報告にを集めたような説明会で3回目は3回目はね先生が、あのー、先生の A, 得意先 A, A の病院で実際に使った感触を ううちの会社で説明してもらうと事前に20人の不眠の患者さんに使って効果はどうだったんですか安全性はどうだったんですかっていう先生の、あのー、使った感触を説明してもらうというのを3回目にやるでその後にお礼の接待をするというのをも組んでしまうんですよね組んでしまうもう最初にもう3ヶ月前にこういうことを発表すると5%から50%の道で当時の問題点はこんな問題点があったその問題点を解決するために3回接待をして3回 説明会をするでその結果そして5%から50%になって不眠の患者さんにはうちの会社がファーストチョイスになりましたよっていうもうスライドを作っちゃうんですよそうするとそのスライドを発表するためのパーツを集めるっていう作業になるじゃないですか3ヶ月間ねもうやることが明確なんですよ3回説明会をとって3回接待をするだけなんですよ。はい、でそれをここの3ヶ月間でやっていいくということう はい、それをもうできていたらやるべきことが明確やしなんかそこにねゴールがあるからそのゴールに向かってこのパーツを揃えたあじゃあ次はあのパーツやなっていうふうになんだろうね前に進んでる感じがするんですね前進している感じがするとどんどん意欲が湧いてくるじゃないですかあ今このパーツ集まった次はこのパーツやなあ最後あのこの,このパーツ難しいけどここだけできたらこの作品が完成するそんな感じですよ。 もうイメージですよグ、ね、ソーパズルのパーツを集めていく感じもう完成図を目の前に置いてそんな感じですよでそれだからずっとこうねあのモチベーション高く仕事をすることができてなんか成功例も発表しやすかったですねもちろんその全てのパーツ集まったけど結果が出なかっただから発表はできなかったっていうこともあったんですけどもあ,ありましたよもちろんあるんだけどどうだろう結 この最後の辞める会社を辞める3年間で営業所の中で成功料を発表した報告の数では多分僕が一番多かったんじゃないかなと思います。もうちっちゃいことから大きいことまで営業所のメンバーに対して発表することもあれば。 視点というでっかいところで発表することもありました。それなぜできたかのかというと、もう3ヶ月前からね、もうさ発表する内容が決まっていたからなんですよ。で、その3ヶ月間、それを、それをなんていう、集めるだけの作業をやったからです。だこれが何、結果を出す人と出さない人の大きな違いなんかなと思っていて、結果を出す人はもう成功例がもうイメージできている。ジソーパズのののの完成図が目目前前ににあっててそそして目の前にその ピースが落ちてるんですよでそのピースを集めていくから、えー、早く成功例を生み出しやすい。で結果を出さない人っていうのは目の前に完成図がないんですよなんやろ大阪城の熟装パズルであったり名古,名古屋城の熟装パズルのピースであったりなんやろ姫路城のピースっていうのはもういろんな城のねピースがうわーってこう散乱していて自分がどういうピパズルを作るのかをイメージしないままとりあえず ピースを、ね、集めてくるいろんなピースは集まったんだけどこれを組み合わせても一つの作品にならないなあって言ってならないからそれをうまく言葉として表現できないんですよ。どんな仕事をやってきたって言われても表現できないんですよ。表現されないから理解されないんですよね。 努力ししてててていもも行動していてもでも結果を出す人っていうのは自分はこういう作品を作るっていうのは明確だからどういうことをやってきましたかって言われたら私はこういうことをやってこういうことをやってこういうことをやったから今こういうことができているんですということをちゃんと説明できるんですよでも結果が出ない人っていうのは結果が出たとしてもそれが何で出たのかっていうのを説明できないからた,たまたまやな七夕やなっていうふうに言われるんですよ僕入社して3年間ね結果が出,出る時もあったんですよ 棚ナボタやろうって言われてたんですよ。棚からボタ持ちですよ。実力じゃなくて運で結果が出てる人間やっていう,ふうに言われてたんですよ。ね。だから。 大事なことっていうのは自分がどういう作品を作るのかっていうのもうイメージすると自分のねパソコンの目の前にね貼るんですよね3ヶ月後はこういう状態やっていうの貼るんですよ貼っても言葉も添えるんですよ、まあ、僕で言えばこの YouTube、えー、平日毎日 YouTube60 本投稿するとで2000人の、えー、登録者数が集まってるぜひ登録してくださいねチャンネル登録はい集まっているっていう言葉とその状態集まってる状態が写真にもバッとなってるんですよでその そののために何すすするるかか明確じゃないですか平日毎日毎投稿するもうそれだけなんですよだからそこのピースを集めるために今日もこうやって投稿しているということです。はい、これねめっちゃめちゃシンプルですけどものすごい大事なんですよ。でやっぱ想像力ってねこれ誰しも持ってるんですよ。だって寝てる時って夢見るじゃないですか僕たち。あの夢を見てる時っていうのは現実か非現実かつまり現実か夢なのかって分かんないでしょ。 これ夢なのかって気づくこともあるんですけどそんなことってあんまないじゃないですかないじゃないですかそれはなぜかというとありありと臨場感を持って想像できてるからなんですよでその想像力その寝てる時に発揮してるその想像力を起きてる時に発揮するだけなんですよ僕たちはその想像力を誰しも持ってるんですよ持ってるからその現実の世界でもそれを想像するありありと3ヶ月後の状態を言葉として語れるように仕事をしている人やったらもう成功量を発表するということをイメージですよもうタイトルと サブタイトルもすよ、えー。シェア5%から50%獲得するまでの道。えー、3個の例で、えー、新刊3例獲得みたいなね。新規、毎日3例獲得みたいなサブタイトルも作っちゃうんですよ。ね、であとそのピースを集めるだけの作業になっていくんで。それにものすごく大事だと思います。あなたもその想像力を持ってるんです。持ってるからそれをただ発揮するだけです。発揮するだけ。発揮するために、そういう写真を目の前に貼ったりとか、その写真に一言添えるとか。 でその3ヶ月後の状態をこのように物語として語るこれがねすごい大事やなっていうふうに思います、えー、今日は入社して3年で結果を出,す出してる人の共通点を紹介しましたそれは成功3か月後の姿をイメージしてそのために必要な道を道を作ってそのピースを一つ一つ,つ集めて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 ,集めていくそしてその結果やりたいものが 手に入っていますはい、望んでるものねはい、ということで少しでも勉強になった、ためになった、おかっち頑張れっていう方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですはい、えー、こんな感じで、えー、このチャンネルではあなたがとにかくあなたの力をその置かれている職場で置かれている場所で発揮できるようにするための考え方や行動習慣を出し惜しみなくもう全力で紹介していますまあ、言葉が詰まることもありますがとにかく本気でやっていきたいなと思ってます のでえー、興味がある方はそして自分らしく生きたいと思っている方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらって仲間になってください。はいということでそれではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイイ今日もありがとう